はい、皆さんこんにちは。カタリールームのカタリーです。今から始めるドラクエ10続きをやっていきたいと思います。今ですね、オルフェア地方西というところに来てます。でね、ここのマップは何かとね、何回か通ることがあったんですけども、この中でダンダダダンアジトっていうのがね、ちょっと気になってまして、で今そこに向かってるんですけども、このね看板見ますと、ここから先ちっとも怪しくないので行ったりしないこと、ダンダダダンアジトなんか絶対ないぞっていう看板がねこう立ってるんで、これ間違いなくありますよね。でちょっとね気になるので行ってみようと思います。あとマップのね、このなんていうかな、このダンダダダンアジトのこの段の上になんか丸いのがあるんですけど、それが何なのかなと思ってまして、どうにあるんですかね、これ、あれ、この井戸、この光ってるのは何ですかね、眩しい、なんだかわかんないけど、このマップに出てるこの丸いのは井戸のことですね。ここ怪しいですよね。あ、入り口って書いてある左上の画面にね、ダンダダダンアジト入り口って書いてありますね。ちょっと行ってみます。井戸の中にアジトがあるの？すでにね、ちょっと仲間も連れてきてますけども、これなんだろう、いきなり戦闘になったりするのかな、バロがなんかクエスト持ってるみたいですね。では早速ね、盗んでいきましょう。すんげえチャッチ、10ゴールドを宝箱に入れるか。うん、スクープバクで警部まだ閉じ込められてるんだ。なるほどね出れないんだあれ、ケーブルどうしたらいいんだろう。俺の時代が来ちゃったフォステル像とか盗みてえ、いやー、とうとう盗みに手を染めちゃうんですかね。でまあちょこちょこね、他人の家からは今までも盗んでるんですけどね。お、経験値古文書中をもらえると。まあ盗みはねどうかなと思うんですけど、まあすでにもうやってるしいっかじゃあ受けてきましょう。なんかこのダンダダダンアジトって前のあのシリーズに出てきたやつかなと思ったら、あれってガンダダでしたよね、確かね。ガとダが違うんで別人かなと思ってるんですけど、魔物とか勘弁、盗みオンリーなのかな。了解、カムバックです。あー、ほんで何したらいいの。ミルエルの森のホステル広場にある像を盗むのが俺の計画。なるほどね。了解です。ではね、いつものように
その象のねそばまで行きましたら、もう一度動画の方をね再開したいと思います。はい、それではねフォステイル広場の前まで来てみました。この先ですね。じゃあちょっとね行ってみましょう。戦闘にはなんないんじゃないかなと甘い考えでおりますけど、どうなんでしょうね。ムービー入りましたね。魔物恐怖症克服したとか言って、こっそりねついてきてるって言ってましたけどね。盗賊だけあってね、確かについてきてるのは気づかなかったですね。弱っち大丈夫なのか。盗めんのこんなの。マジか。あ、腰やったんじゃないか、もしかして。なんだこれ。腰。やっぱり腰やっちゃったんだ。撤収。で、どうしたらいいわけこれ。さてどうしますかね。一応像を見てみますか。特に何もないとは思うんですけどね。そうそう、プクリポっていう種族ですよね。どうも覚えられないな。ちょっと変わった人たちですよね、プクリポって。しょうがないな。じゃあまたアジトへね戻りたいと思います。ルーラで飛べないしな。じゃあアジトに着いたらねまた進めたいと思いますね。はい、ぴょんと。はい、じゃあダンダダダンアジトの入り口に戻ってきました。なんかね変な話になってますけど、とりあえず腰の方は大丈夫なんでしょうかね。この先にいるみたいですね。どうした？あ、立ってるじゃん。寝てるかと思ったけど、ぎっくり腰。こいつ腹減ってばっかじゃん。じゃあね、兄貴に話しかけてみましょう。お、でも礼はもらえるんですね。さすがだと言っておきましょう。なんだこれ、これでクエスト終わり？マジですか。次回の予告見てみましょう。もう音楽からしてなんか楽しそうですね。なんだこれ。次回はなんか恋物語ですかね。母性に目覚めました。
そうそう、時々ね、こういったクエストがありまして、第1話第2話って進んでいくのがあるんですよね。で、動画にはね、してないと思うんですけど、裏の方でね、結構やってまして、意外と面白いんですよね。で、これって、次回っていうのはどうやって進めるんですかね。一回外出て戻ってきてみましょうか。で、もしね、このまま第2話って進むようであれば、このクエストはね、最後まで見ていきたいなと、動画にしていきたいなと思ってます。意外とね、こういうなんていうかサブストーリーみたいなのもね、面白いんですよね。赤くなってないな。進まないっすね。ああ、ないっすね。じゃあ、しょうがないっすね。じゃあ、これはね、これで終わりという形になっちゃうかな。オルフェニアいる？花ポッパ。なるほどね。ちょっとオルフェアに行ってみましょうか。でね、おそらくこの続き第2話があるってことなんで、進むんじゃないかと思われます。じゃあオルフェアに行ったらね、また動画を再開したいと思います。はい、オルフェアの町に来てみました。そしたらね、花ポッパっていうね、人の字がピンクになってますので、どうやらこれでクエストがね、続きが進みそうなので、中に入ってみたいと思います。はあはあはあ、さっき予告に出てきた子だね。では早速話しかけてみましょう。ダンダンのリーダー、バロ様。あなたを探しに行きたい10秒前。ん？5。この町で大活躍してた？そうなんだ。なるほどね。教えてあげましょう。ここのシーンですね、予告のね。お見舞い用にとっておきの料理を大量に作って。おお、いい子じゃないですか。オルフェア地方東の明治キメラ、時々落とすプクプクピーチを3個。プクプクピーチですね。了解です。オッケー、じゃあ早速ね、プクプクピーチをね、倒しに行きたいと思います。ちょっとね、明治キメラのそばまで行きましたらね、また再開したいと思います。はい、ではね、明治キメラを見つけました。早速ね、戦っていきたいと思います。結構ね、実は探しちゃったんですよね。マップのね、右上の方ですか、すごい遠くまで最初行っちゃいまして、実は全然そばにいましたね。今度は近くから探していかないとダメですね。時間の無駄というか、ドルボードの燃料の無駄遣いでした。今ね、マップのこの辺ですね、この辺に結構います。で、さっきね、ポポリアキノコ山のね、
方まで結構行っちゃいました。全然いないじゃんとか思いながらね。これすぐには落としてくれないかな。パパッと落としてくれるといいんですけどね。明治キメラ自体はすごく弱いんですけど、肝心のなんたら落とさないですね。よいしょ。あ、逃げやがった。この辺はあれかな、飛ばさせてもらっちゃおうかな。なかなか落とせないですもんね。大体なんかこのいくつかクエストやってきまして、この落とす系の敵っていうと10回以上は戦わないとね手に入んないかなっていう感じがしますね。2、3回戦って手に入ったってのは今のところ1回もないんじゃないかな。まあこの辺の敵をね一撃で倒せるぐらいになるといいんだけどな。全く落とさないじゃないか。3個集めるっつってたからね、これ結構大変ですね。一応この戦闘終わったらね、ちょっと1回切らせてもらってまた集めたところからねスタートしていきたいかなと思ってます。意外とこういうクエストは地味だな。経験値もね決して美味しいというわけではないのでね、地道な作業になっちゃいますね。ゴムラ落としてってくれないかな。落としませんね。ではね、3つ集めたところからねまたスタートしていきたいと思います。はい、ではですね、プクプクピーチ3個ね手に入れてきました。だいたい10分ちょっとぐらいですかね、明治キメラ相手にねひたすら戦ってました。で誰だっけ、花ポッパにこれから会いに行ってみましょう。では入ってみます。さあどうするの、これを買い占めた分ととっておきの料理を1年分くらい、なんだ、へえ、お金持ちだって、オルフェア中のありがとうございますと。はい、ちょっとねお答えしていこうかな。こんばんはと。これは礼よ。お、これでもうお礼もらえるんですね。そういえばウルベア銀貨とか銅貨とかいろいろ持ってんですけど、これってお金にしか変えられないんですかね。とりあえずねなんかいつも集めてるんですけど、ありがとうございますと。お、面白いですと言っていただけるとね、実は一番嬉しかったりしますね。ただひたすら喋ってるだけなんで面白いのかなと不安になりながらやってますんで、ありがとうございます。このレベル上げやりましょう。そう、皆さんねレベルほんと高いんでね、一緒に動いていただけると助かります。はい、
さて、これでまたあっちに行くのかな。だんだんの井戸に行っていっぱい解放しちゃうんだから待っててね。おお、次回予告見てみましょうか。このちょっと擦れた感じがね、いいですよね、この予告。なんだ、またなんか新しいキャラクターですよね。これって神のお告げなの。どうも今回の予告はなんだかよくわからない予告でしたね。なるほど、おそらく次はね、井戸に戻ってまた話が進むのかな。はい、ではですね、今回この辺で終わらせていただきたいと思います。次回またね、この続きをねやっていきたいと思ってます。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。